まあ現実には天皇はあんな長生きしてるはずないんで。信じられるのは大体応仁天皇ぐらいからです。それまであんまり信じられませんね。理由は簡単です。それ以前は春秋暦っていうのがあって、1年は半年だったんですよ。僕たちの考える1年っていうのは半年だったんですよ。だからその時が記念祭と稲見祭なんですよ。だから2倍になっちゃったんですよ。だから天皇が170歳とかそんなわけのわからない年代になったんですよ。実は春秋暦と言いまして、まあ、正確には月読み暦って言うんですけど、竹内家的には月読み暦っていうのを取ってますが、まあ春秋暦ですね。要するに記念祭と新嘗祭で、要するに2年にしてるから、 あれ全部半分にしたら普通の 年齢ですよ。なんで天皇って百何十歳もみんな生きてんねんなるでしょ。